カステラ。おはようございます。トウです。というわけで、この素晴らしい世界に祝福をの開封をやっていこうと思います。だいぶ前にね、このスターターデッキプラス、なんかちょっとお高いやつが出てたんですけど、ようやくブースターパックが出て、なんかまっとうに使えるようになったかなという感じです。事前情報的には、なんかガールフレンドカッコカリっていう昔強かったテーマがあったんですけど、あれの強化版みたいな感じらしいです。ちょっとガールフレンドね、触ったことないんで何とも言えないんですけど、まあ、まずちょっとスターターもなんかすごい強いらしいんで、まずスターターから開封していこうと思います。まあね、正直中身はもう全部これ決まってるんで、まあ見どころはサイン引くかどうかぐらいなんですけど。で、気になってんのは、その、結局、トライアルにしか入ってないカードとかっていうのが存在してるので、そこを結局メインのデッキでも使うのかどうかっていうので、まあ見てる人的には、トライアルは買った方がいいのかどうかっていうのがあるのかなと思います。一応、キラ最低1枚入ってるらしいね。ハズレ。どれが光ってるの？あ、水の誇り、アクア、カズマとかですかね。結局、これ2機も入ってるのかどうかっていうのがちょっとまだ分かってないんですけど、なんかカード、発表されたプールだけ見てると、メグミンかダクネスで組むの。メグミン、ダクネス、女神で、多分デッキ組めるようになってるのかな、ブースターはっていう感じですね。トライアルは一応、まあ、メグミン組、アクア組に分かれてるっぽいですね。ここら辺のピント、お、光ってるね。この辺のピントのところがあれかな。光ってんだよ、これ。この辺のピントのところが多分、トライアル弦なのかな。結局どれが高いのかいまいちわからないんでね。トライアルの方ね、あんまり調べてないんですよね。まあ、使うかも、ちょっとね、これね、箱汚くなってるわ。トライアルね、なんか後で使うってなんか買いに行くのめんどくさいから先に買っといた感がすごいあるんで。あんまり見てなかったんですよね。っていうか開封すらしなかったからね、ずっと。はい、まあ、ここら辺までは一緒なのか。はい、光もんですよ。と、ここがあれかな、この1枚ずつしか入ってない枠が、使う枠なのかな、なんか、トライアル弦の枠なのかな。ここも入ってるのか、ここも1枚しかないのか。なんかちょいちょい1枚しかないのか。じゃあ、まあ、ケツだね。はい、当たったマジで当たったいらねあた、まあでも、このそばのスリーブが出るならね、別にそこいいかなと。なんか全員映ってるのがないんだよね、全然。三人娘とかあるんだけど、カズマまでできれば映っててほしいんですよね。なんかあんまりこれ言うとみんな、こう、分かってくんないんだけど、なんか、俺結構その作品自体が好きになったりするパターンが多いので、なんか、まあ、冴えないヒロインの育て方とか、最近だと、とか、まあ、このそばも好きなんですけど、できれば全員映ってるバージョン欲しいんですよね。なんかまあ、ノーゲームノーライフとかも女の子のキャラクターだけスリーブとかプレマとかになってんだけど、もう主人公とセットのやつが欲しいんだよねってちょっと毎回見てるたびに思うんですよね。はい、ガーマキューボ。まあケツのところのね、てかここで銀剣だからまあサインはないよな。あれとか光ってね、ここ確定枠じゃないのか。ああ、光ってないですね。ああ、じゃあこれ結構レアなのか。レアみたいです。はい、ありがとうございます。まあトライアルはこの辺にして、銀剣別にいらんな。だったら光ってた方がよかったな。さあ結局のところ、これ2機まで入ってるのかどうか分かんないんだよね。ユンユンが結局 OVA 版っていう扱いらしいんだけど、でも実質ちゃんと出てきたの2機だからな。OVA は一気に含まれるのかな。ようわからんな。バイスのパック向くの何のぐらいぶりだろう。あ、ボックスペア入ってる。プチアクアですね。ちょっとなんか今回沿ってね。あれ ?2 枚入ってる?あ、2枚入ってるね。なんだこれ。か、ランダムテレポート。カオスのカードと一緒に入ってるのか。別にいらね。
このカードがリバースすると相手は2枚引く。そしたら相手は自分の手札を2枚選んで引き返す。デメリット6でもあるとか。デメリット持ち6500パンチャーなのね。はい、まあ、配列とか気になる人もいるんで、じゃあ5パックずつ前から順に開封してきますよ。このスマね、なんか最初1期の時は、まあ、原作すごい好きだったんだけど、からなんかあんまりアニメ期待してなかったんだけど、アニメすごいね。あの原作より面白いね。これちょっと怒られるかもしれないけど、あの原作結局ウェブ漫画だ、ウェブ小説だったから、そのウェブ小説でテンポ悪かったところとかを全部詰めたりとかしてて、なんかもう見てて、なんだろう、銀魂見てる感じ、早いねこれテンポみたいな感じでね、いいね。はい、うわ、てかもう今回どこを抜き取ってんだよってシーン。お、いきなり光った。あ、レア、そっか、今のレア光るのか。じゃあレア系だけ光ってこう。CR だね。優しいリッチウィズ。キャベツ。バックレッツ、バックレッツ、なんかすごい、これ、あの、ロマンカードだってね。6回だか、相手に1ダメージ与えるを繰り返すっていうね。うん、アクア。なんかアクア今回あんまり強くないっていう雰囲気なんですよね。あ、ユンユンね。ハズレ。もういいよ、ハズレは。新人サキュバス。あ、一気か。キャベツ。なんか一気結構後半柵がおかしいんだよね。柵がちょっとやばかったんだよね。ここちょうどやばかったとこだよね。うん、序盤の方だいぶ作が良かった。だ、そのせいか2期、あ、ダブルレア。これどうなんだろう。集中だからまあいいのかな。クライマックスでコストゼロのキャラを引っ張ってくる。あんま強くねえな、これ。ハズレ枠っぽいですね。シシ。でも、青って他、トリプル、ってかダブルレアなんかいいのあんのかな。お、ダックネスですね。応援できるやつか。ハズレ。ハズレハズレ、エリス、カズマ。最近はバイスちゃんと男のキャラクターも強くしてくれてね、なかなかいいよね。まあ、この作品においては別に強くなくてもサポート系のキャラだったらいいんだけど、セイクリッド、クリエイトウォーター、アクア、魔力充電中。ちゃんとあの、主人公とかもちゃんと使えるようになってていいね。昔はなんかただ単にいるだけだったんだけど、あの、どのくらいかな。フェイトとかの時もね、男クソ弱かったんだよね。なんかアーチャーで戦いたいのに、アーチャーでは戦えませんみたいな仕様だったから、昔。とあるぐらいからかな。なんかようやく男で戦えるようになったんだよね。一方通行とかね。アクセラレーター。とあるは、なんか、中二時代だったな。まあでも、それでもレールガンの方が強かったな。はい、リッチ、ウィズ。あ、ミツルキもなんか面白いテキストだったよね。デストロ、なんかテキストの位置がおかしいぞ、これ。いつもと違うんだけど。上のとこについてんだね、テキストね。レベル3以下のキャラすべて山札に戻して、その山札はシャッフする。このカードをクロック置き場に置く。あー。結構強いな。でもまあ後半打ってもしょうがないけどね、これね。面会。お、迷惑行為恵みね。外れ。謝罪の要求。正直あの、この銀剣、金剣が出るよりも、中の SP とかの率が上がってくれた方がありがたいわ、ありがたいね。このスマでなんか原作めっちゃ読んでると、あの、アニメ終盤の方結構改変されてるなっていうのを見かけるんですよね。まあ、改変されてる分分かりやすくなったりするんですけど。外れ。クエストクリア。なんかあれだね、あの、ワニにかじられた時だね。長期協議の交渉、スキル取得、クリス。恥ずかしがるエリスね。てっきり2期であの、アイリスのとこまで行くのかなと思ったら行かなかったですね。うん、妹キャラクターだから、あれ出るとスリーブとかすごいいっぱい出そう、なんか、人気出そうなんだけどな。同時発射、ウィズ。ラガナはユンユンフリーズ。あ、人間のとこあったね。スキル講義、クリス。まだダブレアが1枚しか出てないのか。
ちょ、外れ飛び出してきちゃった。クエストクリア、スキル習得完了。煽っていくスタイル。ダクネ、ダブルエアダクネスでしたね。まあ、これ結構使いやすそうだから、いいんじゃない？なんか結構高いよね。アクシズ兄弟はな、2期ほんと面白かったからな。なんか子供が、こう、出てきて、ね、お兄ちゃんのお名前なんていうののところ、原作よりアニメの方が面白かったから。あれね、原作だとすごいさらっと流すんですよね、あれね。博士ね、2期てっきりコーマ族の里まで行くのかなと思ったら行かなかったですからね。博士、この後、もっとすごいことするからな。で、セイクリッド、ターンデッド、ウォーターが先出たから、ついになったな。メグミンのライバル。アラクレモノ。魔力不足、ウィズ、スキル習得完了。我が名はユンヨ。同様メグミン。アクア。お、なんか、すげえ。なんかこれ、トリプルレア。特技は妄想ダグネス。なんか、光り方特殊ですね。ドエムクルセイダー、ハズレ、アラクレモノ、リッチ、スティールカズモ。てか、なんか今光り方すごいな、これ。こんなキラキラすんの。なんかこう、ちょっと、カメラだと見づらいかもしれないけど、この、なんかプリズム加工みたいになってるのね。今ね。まあ、これが出たってことは SP 出ないからな。ナイス爆裂。まあ、どっち取るかだね。はい、リッチ、ウィズ。ダブレアがウィズかな。はい、こんなもんか。結構ダクネスは、なんかめぐみの方がキャラ人気ありそうだけど、ダクネスの方が使いやすそうだから、まあ、嬉しいは嬉しいんだよね。残り5パックか。残り5パックなんですけど、多分。はい、で、まあ、残り5パック時点でこんな感じなんですけど、結構絞られてんのか、今回。で、まあ、ダブルエア枠が結構埋まってるんだけど、あれかな、緑のカードねえな、これ。今回緑ないのか。普段だったらね、この各色1枚ずつダブルエアなり、トリプルレアなり、サインなりが出るんだけど。緑がないから、その分どっか、デレマスとか確か緑がない分、なんかの枠が1個増えてたりとかしてたから、やっぱそういうのなのかな。はい。まあ、ラスト5バックで。まあ、せっかくだからサイン出てほしいな。正直誰でもいいからサイン出てほしいわ。はい、剣。バイスはね、カード集めの、特技は妄想ダクネス。あれだな。あ、そうか、絵違いなのか。ジャイアントトード変えるな、強いからな。あれセナ出てんぞ。2期じゃねえの。あれセナ2期だよね。アニメ1期出てたっけ。なんか混ざってんぞ。大丈夫か。育成討伐の意味とは、リザレクションがシアル。イエハルメグミン、グレートウォーターカズマ。シーの味方。今日はなんかおとなしい。スイッチお茶組ウィズ。セイクリッドスペル、ハズレ。まあ、ハズレはいいわ。呪文炎症、危険察知ダクネス、赤ガニ。守らなければならない。恵みに絡むユニオン。カズマ。あ、やっとカズマ来たな。全然来ねえぞ。はい、バックレッツ、バックレッツ、外れ。ラス1か。特攻、エルディア、スティールカズマ、開花にもらえる。巨夫。お、メグミンだね。ラストとラブレアはメグミンと。はい。まあ、こんな感じです。まあ、もうなんか何が高いんだか低いんだかちょっとまだ見えてないんだけど、これが確か高かったの覚えてんだよね。ダクネス、普通のダクネスが高かったのを覚えてるんですけど、他はどうなのかちょっとまだ把握しきってないです。
まあ、配列的にはこんな感じでした。なんか緑がない分、各色の、レア、ダブレアが出やすくなってるかなとは思うんですけど、まあどうなんでしょうね。はい。という感じです。今日、このスパが好きだよとかっていう方は、まあぜひ組んでみてください。バイスはね、一回デッキ組むともうしばらく組まなかったよかったりするんで、結構楽は楽です。はい。こんな感じかな。それではお相手はトフでした。さっきまた。よろしければチャンネル登録や評価をお願いします。お願いします。 Twitter やブログで最新情報をお知らせしていますので、そちらもよろしくお願いいたします。よろしく。